はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、討伐戦がもう終わりますので、そちらのねランキングとか、あと大京ちゃんのガシャもね、炎症ゾーンが終わって次のね、大京ちゃんともう一個セットがまた新たにね次に変わるのかなと思ってます。そしてね、あとごめんなさい、サムネとかにあった通り、無料ガシャで、初めて私ね調整当たったんですけど、動画撮ったんだけどね間違えて消しちゃったんだよね。なんでごめんなさい、ちょっと結果だけです。誰が来たかというとドン小生百鬼姫でした。ということでねごめんなさいね、せっかくね撮れたのにね残念。ただちょっと初めてね来たのでちょっと嬉しいですね、かなりちょっと嬉しい、かなりって変だけど、まあね、マックスに行けば一突でもね、戦力5000いくはずなんですけど、うん、まあちょっとこの辺はね、ちょっとせっかく今ねプリチ強いイベントなのにちょっとギリギリ間に合わなかったんだけど、うん、まあまあまあこれがねグレード6マックスにすれば5000、戦力5000になるって感じになります。うん、嬉しいね。ちょっとプリチ氷案件って結構来るんで、かなりありがたいと思います。強さもね、敵全体無属性ダメージと全能力ダウンでねかなりいやらしく強い感じですし、ちょっとね取り付けがね自分だけっていうのはちょっともったいないと思ってるんだけど、うん、まあ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 食べ物はね古い妖怪だから結構食うけどねただ命中率は高いし、うん、まあ氷イベントプリチ必ず来るんで、まあまあまあ楽しみに、クリティカルも高いしね、ありがたいね、楽しみにイベント来るのを待ちたいと思います。ごめんなさいねせっかくねレインボー来たのにウィスパーにぶつかってさ、レインボー来たのに申し訳ない、ちょっとズルだね。はい、そしたらあと2分で終わっちゃうけど、おお玉璽最近減ってきたから嬉しいな、楽しみガシャ行きましょう。はい、という感じでね、このチャンネルは、妖怪三国志国取り図のね、攻略動画プレイ動画をほぼほぼ毎日配信しておりましてね、よろしければねチャンネル登録お願いします。そしたらあとちょっとでたまんないから最後の一撃ができない。一応ランキングあと1分しかないな。ランキング金貨はね、こんな感じで、まあ後でもね交換できます。そしてランキングはね報酬がなんとかね4冊いけそうなんでいいかなって感じです。そしてランキングね294位なんで、うん、まあ4冊いけるのかなと思います。そしたら簡単にもういっちゃいましょう。私294位で118万点だけど、ちょっと変動あるけどね、1位は800万点ですすげえ。10位480万点、30位ね298万点、50位272万点、100位194万で、250位128万か、なるほどね。250位がちょっとな、自分は今後の目標かな。500位99万、750位83万、1000位が7万4074万か。うん、3000位になるとね、あれだよね、3万。うん、なんか分かんなかった、ごめん。5000位が16万。そして1万が1万7000。2万5000が62。まあだから大体三国志のユーザーってまあ1万ちょっとなのかなっていう感じだよね。うん、という感じで59分になっちゃいましたんで、もうあれですね、うん、まあちょっと自分としてはね、チケットっていうか何ていうの、うん、5枚ずつ使って10枚プラスでね使ったぐらいで、この200何位とかって10位なんで、294位か。うん、なんで、まあ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 、まあ今回そうだな、コマ母ちゃんゲットできたからな、それも良かったのかもしれないですね。はい、というわけで2時になったんで、終わりましたね。今回、宝珠がすごい溜まりました。結構セッション参加しなかったんだけどね、1357まで溜まって、今回本当に大当たりがね、5回か、5回しか出なくて、そのうち3回はね、5宝珠しか、あ、メンテなんだ。あ、メンテだったんだ、俺知らなかった。
知らなかったっすね。という感じでランキング、あーそうなんだあーそうなんだ、ごめんごめん、メンテだったんだ、知らなかった。ということなんで、なんだメンテあったんだ。4時からね、討伐戦じゃねえや妖怪大遠征始まりますんで、宝珠なしでね、なんだ宝珠なしで、まあ紹介状ね、ゲットできると思いますんで、はい、なんとか頑張っていきましょう。一応ね、攻略の手引きね、今回4日連続で小生ゲットできたということで、一応ね、まあ1日目がごま母ちゃん、2日目がこれでね、大津の狼、そしてビンゴで小生大津の狼、そして無料ガシャでね、誰だっけ小生100キー目ね、ゲットできたということで、まあまあまあ、ランキングね、まあこんなもんですかね不具合はね、今回、そっか、じゃあ4時から、4時になったら、俺今回妖怪大遠征だからね、ないと思ってたわ、なんだっけ、更新あったんだね。うん、ということでありましたね、妖怪大遠征の開催準備、新規キャンペーンの開催準備ということで、次回ね、新規キャンペーンが来ると思いますんで、ぜひね、またこの前のハロウィンジバニャンみたいな感じで、うん、11月だからなんだろうな、うん、そういうのが来ると思うんでね、楽しみに待ちましょう。いやメンテナンス気づいてなかったな。妖怪大遠征の前って結構だからガシャ変わるからだよな。はい、ということでアップデート情報もね、小生妖怪ね、今回私小生百鬼姫ゲットできましたけどね、グレードマックスにすればね、5000になっていきます。まあ個人的にはね、自分は大津の神ばっかり当たるんだけど、うん、まああんまりね無属性ダメージっていうよりはやっぱこの辺がいいよね、あの虫歯伯爵の光栄火の妖怪、うん、だから一番当たりは水湖なんじゃないかなと思ってます。うん、あのプリチー水のイベントもたまにありますしね、良い取り付く打ち消しあるし、陽気ゲージアップあるからね、うん、まあプリチーじゃなきゃいけないけどね、これすごいいいかなと。うん、虫歯伯爵ちょっと容器が気にいらない、富士見御前もそうだな、吸収イベントってね1回だけあったよね、吸収ただヒットポイント高いしっていう感じで、うん、まあまあまあ、だからダントツでね、小生ヌラリがね、5000じゃなくて5400でアンドね全体混乱があるんでね、強いんだけど、まあまあボスとかねそういうイベントで考えると結構ね、ヌラリよりも、うん、まあ自分はね、スイコの方がいいかなと思ってます。一応私ね、生ハゲも持ってんだけど、早くていいんだけどね。うん、なんせ前衛だからね、この氷を生かしきれてないかなっていう。そしてそれよりはね、草薙の方が、うん、良い取り付く打ち消しがあるんで、これ、プリッチ、これもだからね、前衛なんだよね。だから属性ダメージが本当は欲しいなっていうね。はい、ということ感じで草薙もだいぶ強くなったな、力が上がってきたんで本当に白虎を、ただね白虎を超えてほしいんだよね、できたらね。うん、というところで単体という意味では一緒なんでね、まあ白虎は土だけどね、うん、そんな感じで、はい、まさかねちょっとメンテナンスをちゃんと考慮してなかったんでこんな感じになってしまいましたけど、開けたらね、極生ハゲを、まあ、多分超3凸かな、うん、できると思うんで、
それをやっていきましょう。そしてこの妖怪大戦争終わったらね、25日の月曜日ね、まあ国取りもちょうど終わりなんで、ちょっと共闘イベントね来てくれるかもしれないので、これはねちょっと楽しみにしたいなと思います。結構ね読み元帥もいいんだよね。あの力と妖力のバランスがあんまりないんで、結構ヒットポイント高いし、力もあるし守りもあるし、結構気に入ってんだけどね。ただ普通の読み元帥のあのクンクワアップとかがなくなっちゃったからね、そこが気に入らないところなんですけど、はい、ちょっと私メンテナンスがないと思って勘違いしちゃいました。本当はね極生ハゲ超三突とかやったかったんだけどね、まあまあまあしょうがないという感じで、新ガシャもね、あ早速消えちゃったね。新ガシャの方もね楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ16時からね、妖怪大戦頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイ。最後までご視聴ありがとうございました。